消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブが、あよーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンもちろんです。で、そちらのサブチャンが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに消費 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。本日は、ディオさんの公式木製バットを使って、ロンティー対決です。では、ご覧ください。では、1人10球打っていく感じ で、はい、で何本の柵越えできるかっていうところで、はいはい、やっていきますんで、はい、いきましょう。お願いします。お願いします。よっしゃーよー、最初はグッ、はい、勝ったけど別にどっちでもいいっすよ。先行で、先行、わかりました。ここで、わー、俺いつここで、金さん3番って言って負けたから、そうそうそう、金さん3番って負けたから、いきまーす。やった。わっ、取って、取って。やば。球減る。お、あ、いけ。やば、6球目。6球？次6球目か。次6球目です。これあれじゃん、去年の年末のやつじゃん。俺のお姉さんの、俺のあれじゃないですか。もう一発目で終わっちゃうやつ。いや、終わっちゃうやつこれ。ああ、ワンタイムだ。うわ、ちょっとシートすぎる、ちょっとシートすぎるわ。お姉さんでないです。パッチャーだ。入んじゃない、これ入んじゃない。取って、あシンプルに出せない。そうだよね。違う違う、くそー、最初はちょっと速めで、うん、叫びで、あお、行ったのこれ、行ったのこれ、行った。あー、行ってない、行ってなかった。行ってない、行ってない。何球かな、8球、9球、7球、5か6くらいじゃん。7球、うわ、マジか、10分7、えぐいって。いきまーす、いきまーす、いきまーす。おっ、見送り方ホームランだったんです。取ってくれ、行ってくれ、取ってくれ、
伸びましたね、今。あ、今なんか飛ばない感じした今。クッポンだけど。そもそもね、見た俺今。今巻いたかな、巻いたかな。巻いた？巻いた？巻いてるよね今ね。こう。プレイプレイ。クッション。お。お、いった。登って登って。当たった当たった、アシスト、入った入った入った今当たったアシスト、アシストしてましたよ。ちょっと審議かかるわ。疑惑のホームランじゃないですか。疑惑のホームランじゃないですか。これちょっと疑惑っすね。プロでも当たって入ればホームランなんで、ホームランしかないですよ。これが、ね、同点、同点じゃないですか。菅翔平 TV 同点、危ねえ。わざわざ登ってアシストしましたからね。アシストしなくても入ってたくらいな。愛を感じます。はい、というわけで、はい、結果ですけど7本7本なんですよ。はい、同点ですね。どうしますこれ。いや、勝敗決めたいですよね。決めます。せっかくやるなら勝敗決めましょう。いや、叶わないですよ俺。いやいや、同点じゃないですか。いや、同点ですけどね。あ、どんなやつ行きましょう。行きましょう、わかりました。1本ずつホームラン入れた方が。はいはい、じゃあ行きましょう。じゃあ、お願いします。1球お願いします。行きます。あ、行っちゃった。マジか。おいいやいや、入れればいいんだもん。入れればいい、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 入れればいい。お、いった、入れればいいんじゃないですか。シュー、よっしゃー、よっしゃよっしゃ。この1球目ずつで、そう、1球ずつ、1球ずつ、重たいかも。あーあー、ミスった。嘘嘘嘘、いや入るべ。お、ヘッド、アシスト、アシスト、アシスト。やばいっすね。宇野か、あそこからアシスト。王手、王手王手、王手。やばいっす、これ入れたら王手っすよ、王手っすよこれ。お、あ、久しぶりしてます。甘えましたよ。アシスト準備してます。やあ、やばい、取って。やあ、負けた。やった、やりました。何してんの。やっぱ距離全然負けてましたけど、あれですね、バットコロコロ変えるのダメです。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、なんとかね、勝利できました。いや、悔しいっすね。距離も負けてます。距離も負けてた。確かに、確かに。マジっすか。もう完敗です。飛距離はそんなことないですよ。本数はやっぱいい勝負だったけど、距離は負けました。距離で全然そうっすね。でもやっぱこれがやっぱいいっすよ、バット。ありがとうございます。バット良かったっす、マジで。マジでこう軟式ボールは軟式用のバットっていうなんか勝手なこう先入観があったんで、はい、あんなに飛ぶんだったらなんか軟式の試合でも使おうかなと。そうですね、買いたいなってすごい思いました。野球やってる感は出ますね。出ます、出ます。しっかり木製の方が。そうですね、難しさあるけど、なんかコツ掴んじゃえばレガシーぐらい飛んでましたからね、翔平さんも。レガシー以上飛んでます。あんな飛ばないですもんだって。ということで負けましたんで、はい、オーダーグラブの方後日ね、はい、あのオーダーシート送って。そうですね、はい、いいんですか。お願いします。こっち自腹でビオレさんを。ありがとうございます。もう負けましたんで、負けたオッチの責任なんで。やったやった。でそれも今度動画の方であの持ってきますんで。あ、わかりました、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけでですね、はい、今回はリオのオッチョさんとロンティ対決しました。まあロンティに無事ねあの勝利したんで、あの後日ねグローブオーダーをさせてもらえるってことで、はい、はい、まあ、後日届いたらまたあの動画出したいと思いますんで、はい、チェックの方よろしくお願いします。そしてリオさんね、たくさんのねバット、公式木製バットとか軟式公式のグローブとかね販売してますので、インスタと YouTube もやってますので、ぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしく。そろそろ俺はありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。